ライアンエアサービス103便墜落事故は1987年11月23日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。コディアック空港からホーマー空港へ向かっていたライアンエアサービス103便が最終侵入中に墜落し乗員乗客21人中18人が死亡した。この事故は ビーチクラフト1900で発生した初の死亡事故だった。事故期のビーチクラフト 1900C は1986年に製造番号 UB-58 として製造された。定員は21人で乗員2人と乗客19人が搭乗できた。ライアンエアサービスのマニュアルではビーチクラフト1900の最大離陸重量は16,600ポンズ。 最大着陸重量は16,100ポンズであり、離着陸時の重心範囲は、それぞれ17.7、18.5だった。国家運輸安全委員会の計算によれば、事故機の離陸重量は17,150ポンズであった。機長は26歳の男性で、1984年4月11日に雇用された。総飛行時間は7,087時間で、 ビーチクラフト1900では4420時間の経験があり、うち714時間が基調としての常務だった。副操縦士は40歳の男性で1986年10月16日に雇用された。総飛行時間は1532時間でビーチクラフト1900では300時間の経験があった。副操縦士は事故以前の少なくとも1年間、 飛行訓練のディレクターを務めていたこととなっていた。しかし、ライアンエアサービスの社長及びチーフパイロットによれば、副操縦士がディレクターを務めていたという事実はなかった。また、副操縦士が無断でディレクターを語っていたことについて、同社が注意などを行った痕跡は見られなかった。彼は、ライアンエアサービスに入社する以前は、航空機関士として働いていた。 1980年、彼は地元の貨物航空会社にダグラス DC-6 の航空機関士として雇われたが、連邦航空局の公術試験で不合格となり、解雇されていた。103便はコディアック空港からホーマー空港へ向かう国内非定期旅客便だった。ライアンエアサービスは80を超える都市に旅客便を運航するアラスカ州最大の コミューター航空会社だった。103便には乗員2人と男性の乗客17人と女性の乗客2人が搭乗しており満席状態だった。離陸前、副操縦士は地上職員2500ポンズの貨物を積載するよう指示した。103便には乗客の手荷物のほか、狩猟用の銃、冷凍の貨に犬2匹と大量の鹿肉が積載された。 積み込み作業について、地上職員は、以前、別の満席のビーチ1900に貨物を積載した、際に1 1 0 0から1200ポンズの指示をされたことから、今回の要求を異常と感じた。アクスト17時42分、管制官は滑走路7からの離陸を許可した。離陸速度で、機体はわずかに不要したが、滑走路に、再び設置し、15ノットほど加速した後に、 再び離陸した。乗客は離陸後の上昇が急だったと証言した。離陸後、アンカレッジ管制は12000フィートへ上昇し、有志海飛行を行うよう指示した。18時10分、アンカレッジ管制はパイロットに6000フィートへ降下し、ローカライザーをホールドする許可を与えた。最終侵入中に主翼が前後に揺れ始め、ほぼ水平な状態で急降下した。機体は、 空港外周のフェンスに激突し、停止した。墜落による火災は発生しなかった。救助隊は生存者の救出を行おうとしたが、安全に機体内部に侵入できる場所がわからず、活動は難航した。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。当初は主翼への着氷によって、待機速度が低下し、失速して墜落したという仮説が立てられた。 調査から事故機の主翼の前縁には最大3、8インの着氷が堆積していた可能性があることが判明した。NTSB が行った飛行試験では前縁に最大1.5インの着氷が堆積したが機体の制御に大きな問題は生じなかった。また、ビーチクラフト1900のマニュアルでは性能を最大限に生かすため1から1.5インの着氷が発生してから棒。 氷ブルーツを作動させることが推奨されていた。これらのことから3、8人の着氷が生じていたとしても、飛行性能に大きな影響は出なかったと結論付けた。次に NTSB は機体重量と重心に注目した。調査官は乗客らの実際の体重及び貨物の重量を計測し、重心を割り出した。その結果、事故機の重心は、 広報限界のさらに8から11イン後ろにあったことが判明した。また、計算から、離陸時の重量は、最大離陸重量を397.8から513.1ポンズ上回っており、墜落時の重量は、最大着陸重量を69から184.3ポンズ超えていたと推定された。調査から、事故機には、副操重視が要求した量よりも600ポンズ多い。 貨物が積載されていた。また、パイロットは連邦航空局の定める適切な重心位置の計算を行っていなかった。1988年3月、NTSB は重心が後方限界を超えた場合の飛行特性を知るためにビーチクラフト1900を使用して飛行試験を行った。試験では103便のパラメーターをほぼ再現し、 水の入ったタンクを移動させることによって重心を調整した。また、重心は安全上の理由から後方限界の8イン以上後ろまでは下げられなかった。重心を後方に移動させると正安定が著しく低下し、フラップを展開するとさらに不安定となった。重心を後方限界の11イン後ろまで下げると操縦桿を前方へ最大限をしても機種が上がる。 可能性があることが判明した。試験から、重心が後方限界の7イン後ろに位置している状態では、一定の修正操作などが必要ではあるが飛行、及び着陸は可能であったことが分かった。一方、重心が後方限界の11イン後ろに位置している状態で、フラップを35度まで展開すると操縦がほぼ不可能になると推測された。最終報告書では、 重心が後方限界を超えていたことが事故の直接的な原因だとされた。事故機の後部貨物室には1600ポンズ -1800 ポンズの貨物が積載されており、重心が後方限界を超えた。また燃料が消費されたことにより、ホーマー空港へ近づくにつれて重心はさらに後方へ移動したと推測された。残骸の調査からフラップハンドルが格納位置にあり、 スタビライザートリムは機種下げ位置に設定されていたことが判明した。一方で右主翼のフラップが7から12イン展開されていた。このことからパイロットがフラップを展開した後、この操作により機体の安定性が失われたことに気づいていたと推測された。また、推力を上げた可能性も指摘された。しかしフラップを格納した場合は失速速度が上がってしまい、 水力を上げた場合は、機種上げが悪化してしまい、どちらの操作を行ったとしても、結果的に機体は完全に失速してしまった。また、パイロットが航空会社の定める手順を遵守しておらず、重量と重心について正確な計算もしていなかったことも事故の原因とされた。そのため、事故機は許容値を千ポンズ以上超える量の貨物が積載されていた。NTSB は、 化石災の状態であっても重心が適切な位置にあれば安全な着陸は可能であったと述べた。この事故を受けて NTSB は3つの安全勧告を発令した。発令された安全勧告の内容は以下の通り。事故後、連邦航空局はライアンエアサービスに対して複数の基準違反を行っていたため16,500ドルの罰金を支払うよう命じた。 ライアンエアサービスは過去3年間でこの事故を含む10件の事故を起こしており12人の死者を出していた。事故の翌月、アメリカ政府は同社についての調査を開始した。ライアンエアサービスには数度にわたり規則違反が常習化しているとして警告が発せられていた。FAA は同社の明らかな規則違反の常習化と高い事故率を指摘した。 また FAA は、もし同社が運行停止処分になった場合、アラスカ州の住民に大きな影響が出ることについて言及したが、安全規制の遵守を優先すると述べた。1988年1月、103便の事故を受けて FAA は、同社の運行を停止した。ライアンエアサービスの関係者は、1ヶ月以内の運行再開を目指していると話した。また、 事故の前年には、ライアンエアサービスのパイロット3人が、FAA に対して、化石祭の航空機を運航する、用同車から圧力をかけられていると話していた。パイロットたちは同社へ注意を行うよう FAA に求めたが、この要求は無視された。なお、この3人のうち1人は103便の機長を務めていた男性であり、事故により死亡した。ありがとうございます。